さてぼこです。今日はなんと初登場同級生です。同級生初めてゆうねさん来てもらいました。はい、よろしくお願いします。久々やね、久しぶり。俺ね、現役最後はゆうねから甲子園でホームラン打ったのが多分最後だと思うの。覚えてますよ。はい、あれスリーランやったよね。だからなんかね、お互いちょっとまああんまりお互い使ってもらえない感じだったんだけどお互いふてくされたらどうして戦ったかあれ欲の新聞やったかな。今まで打った中でベストかその次ぐらいの当たり合い。そうなの、うん、それはね納得いった。甲子園で中段ぐらいまで飛んで、それでまあそれっていう中で言うとさ、俺はパリーグからトレードで巨人でしょ、うん、っていうのはもう阪神、うん、阪神にもいきなり入るわけでしょ、うん、だ今日はねまずその阪神の話が聞きたくて、はい、ぶっちゃけだよ、うん、あの100年ぐらいあるんでしょプロ野球で。阪神って多分90年とか100年とか歴史があって、うん、はいはい、多分7、8回だから8回か9回しか優勝してないわけですよ。そんなにせやん、うん、ね、はい、あの頃の俺らの先輩のライオンズでもソフトバンクももうその数を超えてると思うのね。だけどこの人気球団で野球をするっていうのは、うん、どんな感じだったの？そのいや正直初めは分からへんよね。ただ関西出身やから、うん、阪神はすごく人気あると、うん、いうことは分かってるけれども、それは分かっててもプロ野球ってどんなとこか分かってないから、阪神にずっといた中ではね、正直感覚としては分かれへんかった。阪神がどうだとか、どうだ、結局どっかと比べないと分かんないわけでしょ、うん、だからそれがね最後に近鉄行って、うん、行ったね、うん、終わるんやけども、近鉄行った時にはやっぱすっごい思った、うん、その近鉄が悪いとかじゃなくて、ね、いう意味じゃなくて環境がやっぱほんま違うんやなっていうのは感じた。俺ね西武の時、巨人行く前ね、はい、西武の時かな、石井郎さんが近鉄で、うん、デブコーヒー飲めよって言って、あれ出すけどコーヒー飲めよって、まあ、ライオンズでもアイスコーヒーぐらいあったわけ、うん、で近鉄は石井さんが伝票にサインしてて給料引きだって今近鉄行って分かったことやけど、ファームに行くと給料引きされる、昼飯はね。近鉄も、あ、阪神近鉄あ、切って、されてたよその有名の時、うん、最後2001年、みんなサインするのね、その時ね。これなんやろうなと思った、給料引きです。あ、そうなの。え、ちょっと待って、寮かなんかで食う時ホームで練習やって。そうそう、当時やから藤寺球場がファームの練習場 で、うん、でそこに併設されてんのね、寮もね、うん、昼飯はその寮で行ってくるんでしょ。そうそう、試合前でも、試合前でも練習の日も挟んでるからでしょ名前書いて給料引きされたはず。間違ってたらごめんなさいけど、まあ、そういう記憶だ。書くっていうことはそういうことやろうから、それはねびっくりしたねあ、お金いるんやねって。いやもうそれ球団によってもちろん違うから考え方、ね、まあ、いい悪いはともかくね、うん、阪神ではもちろんないでしょ、まあ、うん、医療でその例えば言うたらもうお腹いっぱい動かへんぐらい食っても大丈夫みたいな感じだねそれを石井さんも別に恩義せやましいじゃないけど、うん、デーブな、これただ単にコーヒー出してんじゃないぞって、俺の給料から払ってんだよって言うからえ、まコーヒーっすかみたいな。コーヒーはねなかったね、その缶コーヒー買う か、あとはね更衣室行ってもらってたかな、うん、すいませんコーヒーいただいて。更衣室は差し入れじゃないけど球団が置いとくんだ。阪神はあった。遠征の時の食事もだって俺ジャイアンツ行ってびっくりしたのは、うん、まずその食事がびっくりした。セット俺は高園泊まるじゃない、はいはい、ジャイアンツ竹園で、うんうん、明らかにもうそのなんだろう、あれ和洋折衷ってこういうことだっていうぐらい、うん、刺身寿司中華ステーキで、まあ、もちろんステーキ食べる、ステーキの前に焼肉食べる、で箸休めでステーキ行くでデザートでしゃぶしゃぶ食べる。だからみんな3日間で 3,4 キロ太るわけ、ジャンプの選手も。なるほどね。それがもちろん球団持ちじゃない。ビールとかだけだったかな、サインで飲むのが夕飯は。ジャンプは阪神どうだったの夕飯の時。阪神もジャンプの方が豪華なんかもしれへんけども、ふんだんにあった。でふんだんにあった。一番思ったのがね、北海道遠征、うん、我々って2年に1回しか行ってなかったの、うん、だからすんごい楽しみにしてるわけ。なるほど。もうみんなどうしても外行きたいわけ。確かに1年目分かれへんからホテルでご飯食べたら、うん、4人ぐらいしか、俺ぐっつい料理があって船盛りとかもめっちゃあるの、どん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 谷まであるだろうし、係の人がずっと立ってはんねんけど、もう申し訳なくて、うん、あれ行くねん、あれ、はい、社会人から。社会人から。ああどこだっけ社会人。本田健鈴鹿。鈴鹿、うん、それまでじゃあ高校時とかはドラフトかからず、うん、全然そんな。例えば
一つ下が PL 清原とか桑田でしょ、うんうん、一つ下には思われへんかったもんね。見てて同じ大会のこの区内っていうか大阪なので争う中なんだもん。一緒やけど言えば入場行進の時に PL を見てあすげえなというような感じじゃあ普通の高校生だったんだ。もうそ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 うドラフトかかるとかそんな。いやでもそんなとんでもないです。その頃 PL って言ったのも別世界の人らもうすでに、うん、彼らはもうプロ野球選手みたいな目で見てたよね。同じ関西でも PL だけは全国区で常に優勝するようなイメージがやっぱあったから。でも社会人に入れるってなかなかないじゃない。ね、大学経てないけどもね、うん、あ、うん、大学どこ行ったの。奈良三大っていうところで。それ野球やりたくて行ったのじゃやっぱり。まあまあ言えばそうやね。今言った病が後輩かな。中日の大学でやりに行ってそれでもプロまだかからず、うん、かからない。ちょっと俺からするとさ、もう湯船と当たった時はもちろん喋らないじゃない対戦しても、うんうんうん、その試合前にピッチャーは違うとこ行っちゃうし、はいはい、もちろん一軍でパリパリ食える球を投げてるイメージがあったわけよ、うん、っていうことはもう高校からドラフトかかっていい選手だけど、うんうん、メーカー見たらあれこれ高校じゃねえなみたいな。俺らの時のドラフトいなかったよなって思って、うん、ちょっと社会人行ってからその力がついたっていうのは。そうやろうね。どういうピッチャーだったの。もう俺らの時スピードっていうよりもこうキレとさ、あもう変化球まっすぐはどうだろうね。当時40ちょっとぐらいやと思う、うんうんうん、そんなもんやったと思う社会人でもね。ずっと先発やったね。その頃って例えばじゃあまあプロ入りました、うん、もうすぐ上で掘れたっけ。俺が巨人行ったぐらいだじゃあ入ってきたの。そう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 。だから大学4年やって、うん、2年社会人。あそうそう、もう俺が巨人行った時に入団ぐらいの感じだ。そうそう。だからねデイブはいつ92年に行った。俺ねその西暦と昭和が分かんないのよいやいや言うてることは分かる分からなくなる大学が湯船が4年行って社会人が2年なら俺が巨人行ったのが7年目だから湯船が2年目の時に俺が当たってんだ。同じ年かも分かんない。入団の時に当たってんだ。その時はもうプロ野球に対するイメージ、うん、阪神球団はだってこっちにいるんだからすごい球団なわけでしょ。まあお客さんがやっぱすごいっていうね、うん、たくさん応援してもらえるから、うん、まあ打たれたらちょっとね怖かったけどね、うん、あの頃監督あれじゃなかった、あの亡くなった。そう中村さん。ね中村さんだ、うん、中村さんの2年目に入るんやけど、うん、ちょうど若手に切り替えようとした年に入れてもらったから、うん、無理から使ってくれた感じはあるね自分の中でも、ね、うん、その頃の阪神って練習はきつかったの。でも休みってほとんどなかった。結局勝てないから、うん、月曜も練習になる、うんうん、結構なってたとはず。ピッチャーはあのローテで回ると、うんうん、月曜日関係なくなるでしょ。確かに。だからねほとんど休みなかったんじゃないかな。へあの頃マイクさんもいたでしょ。マイクさん湯船でしょ。猪俣さん。猪俣さん葛西。あ葛西。野田ちゃん。野田。中西さん。俺らの時中西さん抑えストッパー。ああそうやわな。キャッチャー木戸さん。キャッチャー木戸さん。関川、うん、山田。懐かしい時代だね。そう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 。まあまあパッキーさんとかも懐かしいと思うけど。ああ確かに。ここでファーストがオマリ。オマリ。和田さん。和田さん。で平田さんがちょうどやったり。当時やね。久慈もいたな。久慈も出てた。久慈がまあ中でショート。そうだそうだ。サードがいろんな人守ったかな。八木さんも八木さんも守ってた。でライト亀山、あセンター新庄、レフト外人だ。そうそう、だからパチョでパチョそうそうそう。でも強かったけどね、守備がうまかった。確かに今の申し訳ないけど、うん、ちょっとね俺阪神が優勝できないのは、うん、毎年エラーが多すぎる。あの頃はあんまエラーしなかった阪神の選手。投内連携のミスも少なかったし、はいはいはい、ピッチャーコーナー普通にゲッツー取るし、あのスクイーズもとりあえずアウトかセーフか分かんないけどしっかりトスして我々がギリギリホームのアウトセーフになってアウトになったみたいなさ。新庄がセンターにいて久慈がショート来てからはめっちゃ守備がうまかった、うん、で、まあ、亀山持ったしね、うんうん、外野ほとんど抜けへんかった、うん、新庄って変わってんの俺あんま喋ったことないんだけど。変わってる、どうやろう、すごい深く考えてるっていうふうには思う。あそう、うん、でファンの人らをすごく楽しませよう、ね、すごい考え、守備に関してはもう超一流だと思う。確かに考えてることよく取られてたみんなでしょう。亀山にもなんでここにおるんかなって、その守ってもらってるピッチャーの方が、うん、なんで取ったのってすんごい思ってた。何回かカバー行き忘れてるもん、見てしまって、ファンの気持ちになってたプレーを見て、プレーあっガーンって左中間抜けたと思うような
もうドライナーが飛ぶわけ、うん、でもパッと見たらなんか行ける範囲ぐらいに新庄が走ってんのよね、うん、もうだから幽霊的にはもう抜けたと思ってるわけですよ。打たれた瞬間あかんもう左中間行かれたって思ってたらパッて見たら行けるかもと思うからもうカバー行くの忘れてずっと見てしまう、うん、でまた撮ってくれたりするからさ、うん、行ってないのがバレへんかったよ。だからカバーリングに撮ってくれちゃうから。だからあれ俺が巨人行ってたから幽霊が入った時だ、その、うん、ジャイアンツと、はい、阪神とヤクルトと、うん、あ、はいはい、広島かなんかもそのどっかあったか優勝争い4球団で結構ずっと競って、うん、ドキドキでしょ、うん、中村さん怒ったりしないの？ジャイアンツはね怒られるってまずなかった。ライオンズは怒られるしかなかった。